赤井阿蘇激辛道場のオープンを前に、平成21年11月9日、阿蘇市一宮町で激辛に作られた食べ物や飲み物の試食会が行われました。会場には町内10店舗の人が腕を振るって激辛に作り上げた辛辛串団子や赤だご汁、激辛生揚げ、激辛のコロッケなど20の激辛商品が並び、各オーナーが激辛商品の説明をして試食会が始まりました。この試食会は一宮町の商店有志で作る阿蘇門塾が開催したもので、県阿蘇地域振興局や阿蘇市役所の職員らおよそ40人が参加しました。参加者たちは激辛に作り上げられただご汁や串団子などを汗を吹き吹き試食しました。みんなそれぞれにいろいろ考えて特徴が出てとっても美味しいと思います。どうに辛いのもあってですね、ちょっともう鼻をすすりながら食べてますけど、味はどれも美味しいです。寒さ吹き飛ばすぐらい暑いですね。それ以上にこう商品開発したこう若者たちのこう熱い心にこっちまで熱くなりました。ぜひ頑張ってほしいです。赤井阿蘇激辛道場は阿蘇門塾の第一弾で、熱くて赤い阿蘇をイメージした激辛の商品を作り、阿蘇の名物料理にして、平成23年に九州新幹線の開業を控え、激辛の道場で阿蘇に観光客を呼び込み、商店街の活性化を図ろうというものです。赤い阿蘇激辛道場は一宮町内の10店舗で12月1日から始まることになっています。